福区役所発行声の広報令和4年2022年10月15日発行私立幼稚園特集号声の広報をお聞きの皆様いかがお過ごしですか広報新宿私立幼稚園特集号は2ページでの発行です今回の広報は60分テープ1巻ですはじめに目次をご紹介しますテープ A 面1 子どもの笑顔と希望があふれる区内私立幼稚園を紹介します 2. 私立幼稚園所在地一覧 3. 私立幼稚園に通う家庭への支援制度ご利用ください 4. 区立幼稚園14園も笑顔がいっぱい以上の順にお伝えします新宿区役所のホームページアドレスは https コロンスラッシュスラッシュ www.city.shinjuku.lg.jp スラッシュです区のサービス手続き施設案内は新宿コールをご利用ください電話は3209-9999番ファクスは3209-9900番ですなお市外局番03を省略しています土曜日日曜日夜間もご案内しています 時間は午前8時から午後10時まで新宿区公式ツイッター、フェイスブックもご利用ください災害関連情報や区政情報を即時に発信しますアカウント名は新宿区区政情報課区公式ツイッターは SHINJUKU アンダーバー INFO 区公式フェイスブックは SHINJUKU.INFO です カセットテープ版声の広報をご利用の方はお聞きになりましたテープをなるべく早めにご返送くださいますようお願いいたしますデイジー版および CD 版をお聞きの方は返送の必要はありませんのでお手元に置いてご活用ください声の広報私立幼稚園特集号の内容に関するお問い合わせは新宿区教育委員会学校運営課幼稚園係電話52733103へどうぞ それでは最後までお聞きください。1子供の笑顔と希望が溢れる区内私立幼稚園を紹介します。今後では区内私立幼稚園各園の紹介や幼稚園に通うお子さんがいる家庭の負担軽減のため行っている 区の支援制度等を紹介します。各園の所在地については、目次番号2でご案内しています。問い合わせ。学校運営課、幼稚園係、第一文庁舎4階。電話52733103。ファクス52733580。9件。1。牛米成城幼稚園。広い土の園庭には、砂場や泥場があり。 土の感触を楽しみながら遊べます。子供たちはいろいろな道具で川や山を作り、夢中になって遊んでいます。二、大屋幼稚園。さまざまな行事や活動を通して、やり抜く力を育成します。預かり保育や満三歳児の受け入れも充実しています。三、下落合緑幼稚園。思い切り走れる広い庭。 季節ごとに彩りを変える木々、広い砂場など、子どもたちが思い切り遊べる環境があります。その中で試行錯誤、工夫し、考える力が育っていきます。4. 富山幼稚園。都心にありながら、豊かな自然に囲まれています。まるで絵本から飛び出たような環境で、子供たちは日々、五感を働かせ、目を輝かせ、 生きる力を育んでいます。5. 豊玉幼稚園。幼稚園の全職員が園児の応援団です。園児一人一人の違いを大切にし、一生懸命取り組む姿勢を全力でサポートします。6. 伸びる会幼稚園。東京で最も不便で幸せな幼稚園。子供が夢を描く育ち合いの場。そこには元気いっぱいの 幸せな子供たちと、極上の手間や時間をかけて世界を彩る素敵な先生がいるだけです。七、目白が丘幼稚園。一人一人の違いを大切に、その子の持つ力を伸ばしたいと、日々保育をしています。園庭にポニーを呼んで、乗馬体験で体感を鍛え、触れ合う中で、子供たちの豊かな心を育んでいます。八、 目白平和幼稚園子供たちは広い園庭で存分に遊びながら自分で考え挑戦することができ人と過ごす楽しさを知ります。そして保護者の作る愛情たっぷりの給食で心も体も満たされる幼稚園です。9。四谷新生幼稚園みんなの畑があります。自然を通して五感を十分に使い 必要なことを身につけていきます。そのままの自分でいいんだということを幼児期にたくさん感じてほしいと思っています。9園それぞれの外観と活動する園児たちの写真があります。2、私立幼稚園所在地一覧。表、私立幼稚園名9園、所在地電話番号の順に読みます。1、牛米成城幼稚園。 原町3の87、33415058。2、大谷幼稚園、高田の場ば2の8の18、32007506。3、下落合緑幼稚園、中落合四4の3の1、39536112。4、富山幼稚園、富山2の7の2、32036834。5、豊玉幼稚園、 西落合4の8の18、39515982。6、伸びる会幼稚園、上落合2の25の19、33615020。7、目白が丘幼稚園、下落合2の15の11、39512115。8、目白平和幼稚園、下落合3の14の25、39540448。 9、四谷新生幼稚園、四谷1-14、3357-7036。なお、7、目白が丘幼稚園、8、目白平和幼稚園は、子供子育て支援新制度移行園。表終わり。JR 山手線、西武新宿線、東京メトロなどの線路と、主な駅名の書かれた新宿区の地図があります。 私立幼稚園の所在地が表の番号で示されています。地図終わり。3. 私立幼稚園に通う家庭への支援制度。ご利用ください。3件区では私立幼稚園にお子さんが通園する保護者の負担を軽減するために、次の費用助成を行っています。いずれも要件等詳しくは、学校運営課幼稚園係第一文庁舎4階。電話。 52733103へお問い合わせください。まず、入園料への補助金。対象、私立幼稚園に通う区内在住の園児とその保護者。内容、8万円を上限に支給、所得制限なし。次、保育料への補助金。対象、私立幼稚園に通う区内在住の園児とその保護者。内容、世帯の所得により、補助金額が異なります。 補助金額は、次の表の金額を上限に、円に収めた保育料の額まで補助します。表、世帯年収の目安参考、9件、兄弟区分、第1子、第2子、第3子以降、施設等利用費、保育料補助金の合計額、年額の順に読みます。1、生活保護を受給している世帯等、第1子、第2子、第3子以降、いずれも、 五十六万二千四百円。二、区民税非課税世帯。第一子、五十二万六千四百円。第二子、第三子以降、五十六万二千四百円。三、区民税均等割のみ課税世帯。第一子、五十二万六千四百円。第二子、第三子以降、五十六万二千四百円。四、世帯年収の目安、約三百六十万円未満。 1> 第1子、42万1200円。第2子、50万1400円。第3子以降、56万2400円。5、世帯年収の目安、約680万円未満。第1子、38万4000円。第2子、43万2200円。第3子以降、55万5200円。6、世帯年収の目安。 約730万円未満。第1子、38万4000円。第2子、39万4000円。第3子以降、54万8000円。7、世帯年収の目安。約1000万円未満。第1子、第2子、38万4000円。第3子以降、48万8000円。8、世帯年収の目安。 1> 約1500万円未満。第1子、第2子、38万4000円。第3子以降、42万8000円。9、世帯年収の目安。約1500万円超。第1子、第2子、第3子以降、いずれも、38万4000円。なお、世帯年収の目安、1から4は、年齢に関係なく、成形をいつにする、兄。 姉から数えて兄弟区分を決定。世帯年収の目安5から9は、小学3年生までの兄、姉から数えて兄弟区分を決定。表、終わり。補助額のイメージ。世帯年収360万円未満で、中学生の子、小学4年生の子、園児がいる場合。第3子として補助。年56万2400円。 世帯年収36万円以上、680万円未満で、中学生の子、小学4年生の子、園児がいる場合、第1子として補助、年38万4千円。世帯年収360万円以上、680万円未満で、小学1年生の子、年長園児、年少園児がいる場合、年長園児を第2子、年少園児を第3子として補助、 年長園児、年43万2200円。年少園児、年55万5200円。なお、子ども子育て支援新制度に移行している幼稚園は、原則として保育料が無償化されているため、補助額が異なります。また、保育園、子ども園、幼稚園認可がないインターナショナルスクール等は、補助対象になりません。次、預かり保育料への補助金。対象。 保護者の就労等で、園児について、保育の必要性の認定、施設等利用給付認定の2号認定を受けた区内在住の園児とその保護者。内容、日額450円、月額11300円を上限に支給。4. 区立幼稚園14円も、笑顔がいっぱい。表、幼稚園名14円。 所在地、電話番号の順に読みます。つくど幼稚園、つくど町2-2-3266-0129。市ヶ谷幼稚園、市ヶ谷山伏町1 3 3 2 6六0 1 8 4早稲田幼稚園、早稲田南町25-3205-9086。六鶴巻幼稚園、早せ田鶴巻町百四十三二零五九一六七牛し中野幼稚園、 一ヶ谷中野町4-33-3358-3880。与町町幼稚園、若松町13-1-3205-9255。四谷大六幼稚園、大京町30-3358-3774。花園幼稚園、新宿1-22-1-3353-8277。大久保幼稚園、大久保1-1-21。 32059425。戸塚第二幼稚園。高田のばば1の25の21。32059609。落合第三幼稚園。西落合1の12の20。35650914。落合第四幼稚園。下落合2の9の34。35650939。ヨドバシ第四幼稚園。北新宿3の17の1。 32272165西富山幼稚園百人町人町47133620400表終わり区立幼稚園では幼児教育の充実に取り組んでいます区立幼稚園全園で1月から週に1回程度教育時間終了後に民間事業者による幼児教育のプログラムを実施しています子どもたちは 英語やアートなど、いつもと違った体験を安心して楽しんでいます。今後も子供たちの健やかな成長のため、豊かな経験ができる事業を展開していきます。幼稚園ガイドを区立幼稚園特別出張所等で配布しています。区立幼稚園について詳しくは、幼稚園ガイドでご案内しています。幼稚園ガイドの表紙画像があります。 新宿区ホームページからも閲覧できます。二次元コードがあります。以上で声の広報令和4年2022年10月15日発行私立幼稚園特集号を終わります。担当は武藤香織でした。